単純だけど奥が深い。こんにちは、花相人の小関純子です。今週の花つばベコニアセンパフローレンスです。こちら先週カットしたバスケットです。ちょっとね、戻ってきてますよ。今週はこちらのハンギングバスケット、皆さんね、これどうやって横から突っ込んであるのかなっていう風ですごく興味津々なので、こちらの植え方についてご紹介します。6月12日岐阜新聞の悠々岐阜の一押し探訪記にハンギングバスケットの作り方についてご紹介していただきました。内容が濃すぎて細かいところまで書いてないので、動画でご紹介していきたいと思ってます。ベコニアのハンギングバスケットの作り方、こちらです。用意するものはこちらの器、伊藤商事という会社のスリットバスケット SLT25 というものです。グリーンのプラスチックの器にこのようなスポンジが付属しています。お花、ベコニアセンパフローレンス13株です。13株とこちらのヘデア2株用意してます。培養土です。肥料入りの培養土です。水苔です。ここの空いているスリットと呼ばれるところにこちらのスポンジを貼ってきますよ。内側から貼ります。逆さにしてやると器が汚れにくいですよ。培養土を少し入れて中央の1段目、両脇はちょっと高めに入れたら培養土を入れます。2段目、間にヘデラを入れます。1段入れるごとに培養土を入れます。3段目です。ちょっと上向きに入れます。両脇はさらに上を向けます。いよいよトップを植えます。株元に水苔を巻きながら左右を入れて、最後の一つ、はい、出来上がりました。単純だけど奥が深いハンギングバスケット、ぜひ作ってみてくださいね。ベゴニアのハンギングバスケットはシリーズもので、また動画をアップさせていただきますね。細かいところまでご覧になりたい方はそちらをご覧になってください。花相人ではこのような単純なハンギングバスケットからゴージャスなギャザリングのウォールバスケットまでお作りさせていただいてます。レッスンもさせていただいてますよ。お問い合わせはこちらの電話番号かホームページからお尋ねくださいね。 YouTube のチャンネル登録も待ってます。花相人の小関純子でした。またね。来週も夏に強いお花シリーズです。お楽しみに。